深谷通信所は神奈川県横浜市泉区に所在していた在日アメリカ海軍基地。旧日本海軍の基地を第二次世界大戦後に接収し運用していたもので2014年6月30日に施設を含めた土地全体が日本に返還された。深谷通信所は土地横浜市泉区の泉町及び中田町に位置。全域が国有地であり。 アメリカ海軍厚木航空施設司令部が管理を行っていた。日米合同委員会における施設名としては、深谷通信所だが、現地においては、突塚無線送信所とも呼称されていた。旧日本海軍の通信基地として使用されていたものが、太平洋戦争の終戦により、米海軍に接収され、在日米海軍厚木航空施設司令部の管理下で、送信施設として使用されていた。 旧日本海軍時代に電波干渉を防ぐため円形状に用地買収され、米海軍がその形状のまま接収した。接収後、米海軍は施設中心部に事務所等やアンテナ部分の移装区域を設け、関係者以外立ち入り禁止としていたが、移装区域外は野球場、ゲートボール場、再演工作等の使用が認められ、さらに、 神奈川県道402号アクは鎌倉線が通過し、一般の通行が認められていたほか、バス停も設置された。衛星通信が発達し送信機能があた施設に集約されたことで、部隊は撤退し、有給地下していたが、2014年6月末を目処として、一章区域も含めた土地全体を、ベイーから日本へ返還することが決定し、 予定通り手続きが完了したことから同年6月30日に変換が行われた。横浜市は2018年2月28日に深谷通信所跡地利用基本計画を発表した。緑でつながる魅力的な円形空間をテーマに円形の敷地を有効活用したデザイン性の高い スポーツ施設を中心とした公園や外周道路の整備が検討されており、さらに周辺道路への接続強化や防災拠点機能の形成なども視野に入っている。ありがとうございます。